アイドルマスターシリーズアイドルマスターシンデレラガールズアイドルマスターシンデレラガールズはバンダイナムコエンターテインメントとサイゲームスが開発運営するザ・アイドルマスターの世界観をモチーフとする携帯端末専用のソーシャルゲーム2011年11月28日からモバゲー場で提供されている2015年にテレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズが放映されたほか 同年9月から本作を題材にしたスマートフォン向けの音楽ゲームアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージが iOS アンドロイド向けアプリとして配信されている2016年10月には VR アイドルライブゲームアイドルマスターシンデレラガールズビューイングレボリューションが発売されたアイドルが描かれたカードを集め育成してお仕事やライブバトルを行っていく 主な略称は、モバマス、デレマス、モゲマスなどがある。190人の本作オリジナルキャラクターのアイドルが登場するほか、ザアイドルマスター2の765プロ所属アイドルと、ザイダレム、スター・ディアリー・スターズの876プロ所属アイドルも登場する。キャラクターデザインは、ザアイドルマスター関連の CD ジャケットイラストなどを、 担当したイラストレーターの安仁豆腐が起用され、一部のカードイラストも担当している。また、本作の CD ジャケットイラストなどは、イラストレーターの黒駒が担当している。サービス開始当初は、フィーチャーフォンにしか対応していなかったが、2011年12月16日より、スマートフォンにも対応した。また、2014年11月17日には、Android 向けアプリが、 11月25日には iOS 向けアプリがリリースされた。また、2015年10月28日には Google Chrome 版が2017年11月9日には Undap 版が配信され、PC でもプレイが可能となった。2018年7月31日にフィーチャー本版のサービスを終了した。2014年12月2日、韓国のダウムモバゲーにおいて、 韓国版のサービスを開始した。韓国版オリジナルのアイドルも登場する。この韓国版は2016年3月14日にモバゲーが韓国から撤退したためサービスを終了した。アイドルマスターシリーズにはもともと熱心なユーザーが多く、これまでのシリーズ作品でも販売数に対しコンテンツダウンロードで大きな売り上げを記録しており、 本作においてもアイテム課金が多額となるユーザーの存在が指摘されている。テレビアニメ版は2015年1月から4月まで前半を放送し、同年7月から10月まで後半を放送した。また、本作を題材にしたスマートフォン向け音楽ゲーム、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージが同年9月3日からアンドロイド向けアプリ、 同年9月10日から iOS 向けアプリとして配信されている。同じく本作を題材とした、PlayStation VR 専用 VR、アイドルライブゲーム、アイドルマスターシンデレラガールズビューイングレボリューションが2016年10月13日に発売された。ガチャオーディションを開催し、1回につき1枚のアイドルのカードを手に入れる。 レッスン別のカードをレッスンパートナーとして消費することでアイドルを成長させる。レベルアップごとに、こう、守るの発揮値が増加する。特訓、名前が同じカード2枚を合成させる。のカード同士は特訓することができない。また、一部特訓不可のカードや特訓する手順が特殊なカードが存在する。特訓すると以下の効果がある。遺跡カードをマニーに変換する。 一般的なカードゲームにおける売却と同じ。また、レア以上のレア度のカードは、レアメダルに変換することもできる。この場合の遺跡は、特別遺跡と呼び、手順が、通常の遺跡とは異なる。女子寮2012年8月16日のトレード規制に合わせて導入された、余剰のカードを出し入れすることができる。いわゆる、倉庫。女子寮を作るには、 戦術のレアメダルを一定数集める必要がある。トレーナールーム2014年5月13日に追加された。女子料とは別にトレーナー関連のカードを保管することができる施設。利用には条件がなく保管できる枚数にも上限がない。ただし収納するとそのカードの新アイドと新アイドボーナスはリセットされる。贈り物から直接 トレーナールームへ収納したり、レッスン時に、ここにいるトレーナーを使って、アイドルをレッスンさせることもできる。名前カードの絵柄に紐づく名前。プレイヤーが変更することはできない。原則として特訓すると名前の後ろに、がつく。こう、守るの、各、フロントメンバー内に、名前が、同じアイドルを二人以上配置することはできない。逆に、 名前が異なっていれば同じキャラクターでもフロントメンバーに設定することができる。例を挙げると以下のカードは全て名前が異なって折別のカードとして扱われる。そのためこの5人でフロントメンバーを編成することが可能。タイプの3つが存在する。ゲーム開始時にプレイヤーは自らのタイプをどれかに決め。 登場するすべてのアイドルにもいずれかのタイプが与えられている。タイプが途中で変化することはなく、同じキャラクターであれば同じタイプである。レア度カードの希少度を表す。低い順に下記の3種類がある。基本的にレア度が高いほどこう、守るの初期値が高く、レベル、新アイドの上限値も高い。特訓後はノーマルのように後ろにがついたレア度となる。 ライブバトル関係その他、スタミナを消費して、お仕事エリアのクリアを目指すゲームモード。スタミナは3分で1回復する。エリア、お仕事エリアは地域ごとに分かれており、それぞれ4つのステージと5種類のお仕事からなる。一度クリアしたお仕事は後から何回でも実施することができる。報酬お仕事は1回実施するごとに、以下の報酬を獲得することができる。また、 以下のいずれかを獲得することがある。ライバルアイドル対決ステージの5つのお仕事をすべて完了させるとお仕事エリアごとのライバルアイドルが登場する。ライバルアイドルとリーダーのアイドルがソロでライブ対決を行い勝利すると報酬としてアイテムやアイドルのカードが手に入る。経験値によるレベルアップ。経験値が一定値に達するとプレイヤーのレベルがアップする。 スタミナ、高コスト、守るコストの上限値が1アップし、それぞれが満タンに回復する。他プレイヤーと対戦を行う。ライブバトルは1回挑むごとに、高コストを全て消費する。他プレイヤーから挑まれた場合は、守るコストを少し消費する。こう、守るコストは1分で1回復する。バトルのルールバトル開始時に、まず下記の要領で発揮値の補正を行う。 これらの補正を行った上で攻撃側の高発基地が守備側の守る発基地を上回れば勝利となる。勝利時は参加フロントメンバーの親愛度が上がりファン数が増加。対戦相手からマニーを奪い取る。勝利後にアイドルが覚醒する時があり10分間発基地が10%上昇する。敗北時は逆にマニーを奪われるがその他のパラメータには影響はない。 またバトルを仕掛ける際に、ステージ衣装を狙うことができる。相手の所持する衣装の中から欲しいものを選び、勝利するとその衣装が手に入る。フロントメンバー編成プロデュースしているアイドルの中から1名、リーダーを選定し、それに加えて4名までを、フロントメンバーにすることができる。リーダーは、こう、守る共に、必ず参加するが、フロントメンバーはこう、神で別々に設定することが可能。 プレイヤーの子を守るコストがリーダー及びフロントメンバーのコスト合計を上回る場合他のアイドルが発揮値の高い順にバックメンバーとして参加しその分の発揮値の80%が上乗せされる逆に下回る場合はコスト分のアイドルしかバトルに参加しないフロントメンバーを選定しなかった場合所属アイドルの中から発揮値の高い順にフロントメンバーとして 自動的に選定される。ゲーム内で名前などをキーとして特定のプレイヤーを検索することはできない。またったプレイヤーに対するアクセスブロック機能なども存在しない。招待モバゲー内でモバともになっているユーザーで本作未プレイのものをゲームに招待することができる。時期ごとに異なる招待特典が用意されている。ここで入手することが可能だったレアカードは レッスンできず親害度も上がらないほか特訓の方法が特殊で特訓すると名前の後ろにがつくのではなく二つ目の名前が変化する特訓後のカードはさらに元のカードを使用して特訓することができ10回特訓するとエスレアのカードになるエスレアとなった後は通常のカードと同じ扱いになる2013年後半からは通常と同じ仕様の エスレアが得点となっている。応援応援すると自分、相手ともに友情ポイントが付加される。応援と同時にコメントを書くこともできるため、挨拶や伝言に使える。友情ポイントは200ポイント貯まると、無料ガチャを1回実施することができる。贈り物、ステージ衣装、アイドル、アイテム、マニーを相手にプレゼントすることができる。ただし一部の衣装、アイテムは、 プレゼントできない。2012年8月16日より、2週間以上、同じ同じプロダクションに所属したメンバー同士でのみ、実施できるように変更。トレード、アイドル、アイテム、マニーをお互いに交換することができる。2012年8月16日より、2週間以上、同じプロダクションに所属したメンバー同士でのみ、実施できるように変更。 フリートレード2012年8月16日より不特定多数とのトレード手段として実装。ミン劇のバハムートのバザーと同様のシステム。手持ちのアイドルを引き換え対象の条件を提示してトレード登録し希望者からトレードしてもらう。トレード登録とトレードはフリートレードチケットを消費することで行える。フリートレードチケットは エスレア,アイドルをトレード登録するときは3枚、それ以外は1枚消費される。フリートレードチケットは1日あたり、最大3枚まで支給されるほか、有料のガチャを回すことで入手できる。お気に入りたプレイヤーのブックマーク機能。オンラインゲームのギルドクランに相当する機能。プロダクションを設立することで、プロダクションランキングに参加できる。 また一部のイベントなどではプロダクションに参加していることで有利にゲームを進めることができるようになる。増資機能でマニーを積み立てることでライブバトルで支援効果を得ることができる施設を増築することができるほか増資に応じて発展度が上昇し一定値に到達するとプロダクションのレベルが上がる。入社時には所属メンバー数に応じて振り分けポイントが増加するほか メンバーが増えると一人につき、既存のメンバーに振り分けポイント2が付与される。逆にメンバーが退社すると振り分け、ポイントが残っていれば、そこから残っていなければ、スタミナ、高コスト、守るコストのうち最も高いステータスからに、マイナスされるほか、プロダクションの発展度と積み立てたマニーが少し減る。発展度を上げることで、参加可能なメンバーの最大数を増やすことができ、 ファンの総計値で、プロダクションランクが変化する。掲示板、チャット各プロダクションには専用の掲示板が設置され、メンバー同士での利用が可能であった。2013年11月からは、モバゲー内のチャットを使用する形に変更となった。これ以降はアイドルたちのチャットスタンプが、イベントなどで配信されている。トレーニングルーム2014年3月19日より、追加された。 イベントの種類によって一つずつあり、トレーニングルームに応じてそのイベント内でステータスを上昇させる効果がある。イベントの報酬などで獲得できるトレーニングバッジを施設に寄付し、バッジが一定数集まると施設がレベルアップし、上昇値も上がっていく。一週間ごとの獲得ファン数で集計されるランキング。ゲーム中は PRA と略されることがある。プロデューサーランキング。 プロダクションランキングともに、ランクごとの上位報酬が異なる。プロデューサーランキング個人ランキング。プレイヤーのプロデューサーランクごとに集計され、ランク内で上位に入ると商品が与えられる。プロダクションランキングプロダクションの合計獲得ファン数を集計。プロダクションのプロダクションランクごとに集計され、ランク内で上位に入ると、プロダクションの社員全員に商品が与えられる。 アルバム所有したことのあるアイドルのカードの一覧。カードを新規に手に入れるたびに、アルバムに追加され、アルバムからいつでもカードのイラストやアイドルのプロフィールを確認することができる。アルバムのカードの枚数が一定数に達するたびに、アルバムボーナスとして同時に、プロデュース可能なアイドルの上限数が増える。新愛度高。 フロントメンバーに入れているアイドルは以下の2つの条件で新アイドルがアップする。新アイドルがマックスになると、こう、守る量を発揮値がアップする。またアイドルのタイプごとの新アイドマックス人数が一定数に達するたびに新アイドボーナスが受け取れる。ステージ衣装ステージ衣装は以下の方法で手に入る。お仕事のエリアごとに手に入る衣装は異なっており、各6つのカラーがある。 6つのカラーをすべて揃えると3回まで衣装コンプ報酬が受け取れる。2015年3月まではプレイヤーのタイプによってお仕事だけではすべて揃わないようになっていたが、同年3月3日からはお仕事ですべての衣装を揃えられるようになった。肩書2013年6月13日のシンデレラガール神崎ランコガチャで初実装された。 入手した肩書きを設定すると、プロフィール欄に、担当プロデューサーというバナーを表示させることができる。同年11月28日には、2周年記念として、それまでに登場したすべてのエスレアに肩書きが追加されている。ゲーム中でのステータスなどは特に変化しないが、一部の肩書きは設定することで、ローディング画面が該当アイドルに変化したり、 入手すると思い出エピソードが解放される場合もある。肩書きは以下のような手段で入手できる。アイテムはモバコインで購入するほか、ゲーム中の各種報酬として手に入る。他プレイヤーから贈り物でもらうこともできる。また、前が頭につくアイテムはトレードプレゼントともに付加。その他、時期やゲーム中イベントに応じて期間限定のアイテムが出現する。 イベント専用アイテムは、ラウンド専用アイテムと、アイドルプロデュース関連のものを除いて余った場合に、次回の同種イベントへ持ち越して使うこともできる。アルバムや、アイドルギャラリー、イベントメモリーなどの資料を見ることができる。アイドルギャラリーは、プロフィールやセリフ一覧、登場した、エピソードなどの情報があり、イベントメモリーは、過去に、ゲームで開催されたイベントの詳細をまとめている。 その他、ゲーム内で配信された各種オーディオドラマを聴くことができる。2014年7月23日実装。シンデレラガールズの関連楽曲の視聴ができる。2014年10月30日実装。3周年記念キャンペーンの一環として始まった。アイドルたちをデフォルメした S3 キャラクター、プチデレラを育成することで、ライブバトルやイベントなどで、 ボーナスが発生するようになる。プチデレラには VO ダン6の3種のパラメータがあり、レベルアップやプチ以上を編成することで上昇させることが可能。プチデレラは以下のような方法で入手することができる。プチデレラ編成プチデレラたちを育成用、ライブバトル用、イベント用に、それぞれ3人まで編成できる。プチレッスンに育成用に編成した。 プチでレラのレッスンを個別に行う。プチ EXP を多く入手できるベースレッスンとテクニカルポイントが多く入手できるテクニカルレッスンの2種類が用意されている。テクニカルボード、テクニカルパートを使用してプチでレラの能力を上げる。ボードはプチでレラごとにそれぞれ7つずつ用意されテクニカルパートを消費してスゴロクのようなルートを進んでいく。特定のマスには プチコメントやプチエピソードが用意されており、ここを開放することで見ることができる。テクニカルパートは所属するプチでレラ全員で共有となっており、プチレッスンでの入手の他にたプレイヤーのプチでレラに挨拶を行うことでも手に入る。プチ衣装プチショッププチ衣装ガチャコーディネートヘアスタイリング2015年11月28日実装専用のゲームメダルを使用して、 各種ゲームをプレイできる。ゲームメダルは、レアメダルや、スターエンブレム1枚につき、一定数交換できるほか、ゲームをプレイして増やす方法もある。集めた、ゲームメダルは、景品のアイテムやアイドルと交換できる。2017年11月28日実装。プチデレラ姿のアイドルたちが会話する、様々なストーリーを見ることができる。登場するアイドルは208名であるが、 この内ボイスが実装されているキャラは103名。基本的に、かわいいかわいい、物好き、おっとり系、お嬢様系などの触れ込みのアイドルたち。職や、楽器演奏など、文化系の趣味、思考を持つアイドルも多い。カードの色はピンク。シンボルは花。基本的に、綺麗、かっこいい、神秘的、知的などの触れ込みのアイドルたち。年少者を中心に一部。 おとなしい、内向的という傾向のアイドルも含まれる。カードの色は青。シンボルは宝石。基本的に、元気、情熱的、セクシー、ハイテンションなどの触れ込みのアイドルたち。スポーツ関連の趣味、思考を持つアイドルも多い。カードの色はオレンジ。シンボルは太陽。他のアイドルのレッスンに使うことで、多くの成長度が得られるカード。 属性的にはパッションに分類されているが、キュートやクールのアイドルに使っても、成長度は同じ。カードの色は黄緑。四姉妹という扱いで、名前はコミック版など各メディアで設定されているもの。ゲームでは、スターライトステージにおいて初めて言及された。担当声優は4人共通で、アニメ版において初めてキャスティングされた。スターライトステージにはボイスがあるが、 シンデレラガールズでは、ボイスはなし。本作には七百六十五プロダクション八百七十六プロダクション所属アイドルなどの十八人が、登場する。八百七十六プロの三人は二千十六年十二月九日に、開催された、コラボイベント第一弾、ディアリースターナイト聖夜の奇跡、桜井夢子は二千十九年三月のコラボイベント、ディアリースタードリーム魔法のコンチルと。 サイネリアは2019年6月のコラボイベント、ディアリースターコネクト絆のプロトコルでカードが追加された。876プロの3人のみ、プチデレラも実装されている。スターライトステージには前日の18人は登場しないが、2021年2月開催のシアターデイズとのコラボイベントで、モガミシズカ、ジュリアの2人が登場。キャラクターごとの詳細は、 当該項目を参照のこと。本作におけるタイプ分けは、以下の通り。プロフィールやキャラクターの外見は、ザ・アイドルマスターに準拠となっているが、秋月律子は、アイドルとして登場。秋月亮は、ディアリースターズに準拠しているため、女装アイドルとして登場している。また、2014年8月現在、水瀬いおりの R、星井美希、史上清人の SR。 天貝遥ははレア度を問わずローカルプラチナオーディションガチャでは入手できない。本作にて、プロフィール項目に、聞き手と出身地が追加されたが、765プロのアイドルは、出身地、765プロダクション、876プロのアイドルは、出身地、876プロダクションとなっている。桜井夢子、サイネリアの二人は、本作で、 プロフィールが判明。アニメ版のみ、登場漫画版のみ、登場2015年1月から4月にかけて、ファーストシーズン全13話、同年7月から10月にかけて、セカンドシーズン全12話が放送された。島村月、渋谷林、本ン美ミオニュージーンラーションスの3人を、主人公かつ、メインキャラクターに据えて、大手の芸能プロダクションである346。 プロダクションのシンデレラプロジェクトに彼女たちがスカウトされたところからアニメの物語は始まる。また、テレビアニメオリジナルキャラクターとしてプロデューサーが登場する。世界観はテレビアニメ版ザ・アイドルマスターや劇場版ザ・アイダレムスタームービー輝きの向こう側へと共有である。2017年4月より6月にかけてファーストシーズン全13話 同年10月より、セカンドシーズンが放送された。ゲーム内の漫画、シンデレラガールズ劇場を原作としているが、一部の回はアニメオリジナルのストーリーとなっている。2017年4月4日から6月27日まで、東京 MXBS11 佐賀テレビにて5分枠の短編アニメとして放送。公式略称は、進撃テレビアニメ第5期のエクストラステージは、 エクステ。ザイダレムスター、シンデレラガールズ8周年特別企画スピンオフのタイトルで2019年11月10日からアマゾンプライムビデオにて配信されたショートアニメ。新曲、オウムアムアに幸運王の PV という形で歌と演技に挑戦するアイドルが描かれる。アマゾンプライムビデオでは特典映像付きで有料配信。 アニメ本編は12月8日には YouTube でも公開。ニコニコチャンネル、響き響きチャンネルにて、2012年9月5日から2014年12月22日まで、生放送形式で放送されていたラジオ番組、全117回。パーソナリティは、島村うずき役の大橋彩香、渋谷林役の福原彩香、城ヶ崎美香役の河村春香。 2014年9月17日までは毎週水曜日21時、9月22日からは毎週月曜日21時放送。生放送の翌日より1週間、響きラジオステーションにてアーカイブ版が配信。アーカイブ版にのみ、生放送後に収録されたおまけコーナー、魔法が溶けちゃったも合わせて配信されている。放送に先駆けて2012年8月30日に、 プレ配信が響きラジオステーションにて配信された。第51回は番組1周年記念として映像付き生放送が行われた。第96回はデレラジスペシャルと題してシングル CD ザイダレムスターシンデレラマスターウィアーザフレンズ発売記念イベントに関連した映像付き特別版が放送された。テレビアニメ版の放送開始に伴い 2015年1月にデレラジ A にリニューアルされた。コーナーゲストイベント DVD、デレラジ DVD はディスク1は映像を収録した DVD、ディスク2は通常配信をおまけコーナー、魔法が溶けちゃったも含めて MP3 形式で収録したデータ CD の2枚組となっている。ボリューム5から9のブックレットには漫画デレラジさんが収録されている。 ラジオ CD、デレラジ A は、テレビアニメ放送開始に伴いデレラジがリニューアルされ、ニコニコ生放送での特別配信ワーク、シンデレラナイトにて、2015年1月5日から2016年4月25日まで、配信されていた、インターネットラジオ番組、全66回。デレラジに引き続き、パーソナリティは、大橋彩香、福原彩香、吉村遥香。 響公式サイトでのアーカイブとおまけ放送も引き続き配信されている。開催前は響チャンネルによるニコニコチャンネル配信であったが、テレラジエからは2番を提供によるニコニコ公式配信となっており、タイムシフトに対応した。ニコニコ生放送でのアニメ版、シンデレラガールズ放送終了後に、このラジオの生配信にジャンプするようになっていた。コーナー番組リニューアルに伴い、 大半のコーナー名には番組タイトルにちなんで A の文字が含まれている。ゲストイベント DVD デレラジは2016年4月25日に旧番組デレラジ A 内にてデレラジ A の後番組として配信すると発表されたインターネットラジオ番組2016年5月2日配信開始。デレラジ、デレラジ A とは異なりパーソナリティが大橋彩香 福原彩香、吉村遥の3人の固定ではなく、大橋、福原、河村の3人のうち1人と2から3人、シンデレラガールズのキャストが来て、毎回交代しながら、配信を行っていた。響き公式サイトでのアーカイブとおまけ配信も、引き続き配信されていた。番組の挨拶は、デレスタ。2017年8月25日に、番組が新体制となることが発表され、 第69回に大橋、福原、香村がレギュラーとしてのパーソナリティを卒業した。合わせてニコニコ生放送に公式チャンネルが開設されることも発表され、おまけ配信が有料となり響き公式サイトでのアーカイブは本配信のみ配信という形式に変更された。また、公式チャンネルでは会員向けの1ヶ月分のおまけ配信付きアーカイブが配信され、 ブロマガには以前は響き公式サイトにあった出演者コメントの他追加文の写真が掲載される。シンデレラパーティーとのコラボ楽曲としてトレジャーが制作され、第27回で内容が発表された。福原が考えた全体的なプロットや歌詞をもとにパーソナリティの5人で意見を出し合って作り上げ、作曲と編曲は滝沢俊介が担当した。デレラジ側では、 第28回から第69回までオープニングテーマとして使用された。スターライトステージでは通常楽曲として配信された。2017年3月15日に発表された第3回アニラジアワードにおいてベストファニーラジオ大洗いラジオ賞を受賞した。受賞式ではパーソナリティの3人からビデオメッセージでコメントが届き、 響き公式サイトでは完全版が期間限定で公開された。2020年4月6日配信会までは年始の回を収録配信で提供していた以外は原則として生配信で番組を提供していたが2019新型コロナウイルスの感染拡大防止の推進及び緊急事態宣言が発令されたことから 同月27日の第204回より生配信を休止して電話を活用した収録配信に体制が変更されることとなった。なお、体制変更の調整のため4月13日20日は過去回の再配信が行われた。また、生配信の際はお便りを配信直前まで受け付けていたが収録配信に切り替わってからは配信の8日前の正午までとなり、 出演者の予告が翌週分は配信内で、お便りを受け付けられる、翌々週分は、同日に公式ツイッターで行われるようになった。7月6日配信会より、通常通りの生配信での番組提供に戻った。コーナー出演者、第69回まで、大橋、福原、河村が、レギュラーパーソナリティを務めていた時代の一覧。第1回第35回パーソナリティゲスト、 一覧第36回第69回、パーソナリティゲスト一覧第70回以降をおは福原、河村のレギュラーパーソナリティ卒業後の一覧。特定のパーソナリティに当たる人物を置かずに進行する。第070回第086回出演者一覧、第087回第138回出演者一、一覧第139回第189回。第18 出演者一覧第190回第239回。出演者一覧第240回。出演者一覧2014年10月8日より、毎週水曜日22時からニコニコ生放送で配信されている、インターネットラジオ番組。パーソナリティは、本田ダミ役の原さゆりと、ただリーナ役の青木るリ子。略称は、デレカ。2014年10月1日には、 大霊回がニコニコ動画に録音済みの動画形式で投稿された。通常放送のほか、時間を拡大した映像付き生放送として配信される場合もある。公式チャンネルにおいて、会員向けの本配信のおまけ番組と過去配信のアーカイブ、ブロマガなどが配信されている。パーソナリティを主催、コーナーをプログラムと呼ぶなど、パーティーにかけた言い回しが多い。また、 プログラムを間違えて、コーナーと呼ぶと、ペナルティが加算され、一定数に達すると、罰ゲームが行われる。スターライトステージでは、ラジオとのコラボイベントとして、ライブグルーブダンスバーストご機嫌パーティーナイトが、開催され、コラボを記念して、新テーマソングである、デレパレードの楽曲視聴が公開された。第200回については、通常放送とは別に会員向けの動画として、 デレバ200回記念札幌旅場が2018年11月12月に配信され、サードアルバム発売記念イベントで訪れた北海道でのロケの様子が収められている。これに伴い、通常放送では第199回の次は第201回となっている。プログラム箱番組声優ではなく、担当アイドルが放送している、ラジオ番組という設定で、 番組の前後に挿入されるコーナー。ゲストが出演している回の場合は、演じているキャラクターも一緒にコーナーに登場する。第203回にて最終回を迎えることが告知され、第204回にて番組名と内容の一部がリニューアルされた。歌姫楽園サイド C 表のオリジナル歌手名に、アイドルマスターとあるものは、アイドルマスターオリジナル楽曲であることを示す。 放述のアルバムに収録されている場合、表の収録アルバムに該当のアルバムの表題曲を示した。ゲストゲスト一覧テーマソングイベントアルバム曲などを収録した CD と公開録音イベントを収録した BD の2枚組、オールカラーのブックレットが付属する。2016年7月8日から放送されたラジオ番組形式のオーディオドラマ、全5回で毎週金曜15時更新。 第5回、シンデレラガール総選挙で選ばれたアイドルが1位から、順に、週替わりでパーソナリティを務める。リスナーからのお便りが6月7日まで、ツイッター上で募集された。第5回、シンデレラガール総選挙上位アイドルによる、シングル CD、ザイダレムスター、シンデレラマスター・テイク・ミー、テイク・ユーには、上位5人が出演する、シャイニーナンバーアッツ特別編が収録されている。 文化放送の超 A&G スペシャルにて7周年を記念して2018年11月に放送された特別番組全3回11月2日のキュートアワーの出演者は高森夏美、浅井彩香、中島由紀。11月16日のパッションアワーの出演者は脇安美、鈴木恵、リ、原優子11月30日のクールアワーの出演者は 上坂すみれ、淵上舞、青木式の。また、10月27日には、同じく7周年を記念して、A&G トライバルラジオエジソンの特別版、A&G トライバルラジオエジソンアイドルマスター、シンデレラガールズセブンスアニバーサリーシンデレラ M、ジクルソングス、マジソンが放送された。出演者は、大橋彩香、福原彩香、原さゆり、漫画、 アイドルマスターシンデレラガールズ U149 に関連したラジオ番組 U149 が配信されているサイコミ内部にて2018年12月1日より各週で配信されていた第18回配信分で一旦お休みとして更新休止となっているパーソナリティは日直と呼称され U149 に関連したキャストが毎回交代して担当している 制作スタッフや劇中で第三芸の家に所属していないアイドルのキャストはゲスト扱い。有料配信である道草ティータイムでは U149 作者の京野のが収録ブース外から出演者と受け答えを行う。日直、ゲスト出演者一覧テレビアニメ版で使用された楽曲などを収録した配信限定ベストアルバム。 一人者の DNA メディアコミックスよりアンソロジーコミックが発売されている。各属性版の第2巻にはその時点でのボイス付きアイドルが全員登場するドラマ CD が付属。シンデレラガールズ単独のライブを収録した商品を記載。ありがとうございます。